ケージの雰囲気が変わったわね。綺麗な場所。せっかくだし、ちょっと気分転換にリフレッシュしたら、もう一頑張りも効くようになるわよ。気が向いた時に遊んでみてね。ずっと砂ぼこりがひどかったからなんだかすごく空気がおいしいわ。これがこのケージの記憶みたい。この武器は、日本刀みたいね。お侍さんのお話かしら。早速見てみましょうか。男が誰かに話しかけている。その座敷には大名たる彼以外に人の影はない。大名は見えない相手に対し、先の任は大義であったと口にした。少しためらうように男は目を細めてつぶやく。引き続き頼むぞ。壁を隔てた影の中、そこで一人の女が男の言葉に耳を傾けていた。人相書きを懐に収め、静かに立ち上がった女は冷淡な声でただ一言、承知と答えた。厚い雲に覆われた空とは裏腹に、城下町は人々の活気にあふれていた。道を行く親子が目に留まる。それはわらしがあまりにまぶしく笑っていたからか、もしくは己が命が暗闇になじみすぎたのか。胸のざわめきを振り払い、女は死骸を目指す。女の視界に銀がひらめく。眼前に現れた辻斬りを見て、女は薄く笑った。そこが己の居場所と知っていたから。
キル。あまりの嫌疑に辻斬りの男は何が起きたかさえわからないまま絶命した。彼女の歩む血塗られた道は幸せな親子の行く道とはほど遠い。自分はあの嵐のように笑ったことがあっただろうか。彼らのような生活が私にもあり得たのだろうか。よどんだ空気の中、手にできなかった生き方に思いを馳せた。今回はいわゆる殺し屋のお姉さんのお話みたい。彼女の強さには何か理由があるのかしら。
まだいるのね。ちょっとは楽になるか。されたら負けよう。考えることはわからないわ。行く手を阻むのが目的なのか、それとも別の意図があるのか。気が変わる前に消えてくれ。
なんとかなるから。うんざりするね。蹴落されたら負けよ。さすがにこの門は持ち上げたり壊したりはできないわよね。このレバーを動かすの？任せて。これで門が開いたわね。今度は足が崩れ落ちてる。向こうにかかしがあるのに、これじゃ渡れないわ。なんとか向こう側に渡る方法はないかしら。辺りを見てみるから、ちょっと待っててね。レバーは全部で4つだったはず。あと3箇所ね。ここまでの回収は順調ね。あの子たちが幸せになれるといいんだけど。起き上がったわ。どうかしら、
これで渡れるんじゃない？ずいぶん手間を取られちゃったわね。気を取り直して修復に取り掛かりましょうか。目を覚ました少女はやつれた顔で庭へ向かう。幼き日の彼女は鍛錬に明け暮れる日々を過ごしていた。疲労で骨はきしみ、肉は裂けたように痛む。それでも彼女は痛む足を動かして廊下を進んだ。庭へたどり着いた少女に早く参れと怒号が浴びせられる。感情を押し殺した声で少女はただいまと答えた。遅いと低い声が少女の耳を刺す。謝罪の言葉を述べようとする少女を遮り、男は叱責を始める。道具は使う時に手元になくては意味がない。お前は親方様の道具となる身、いかなる時も速さを尊べと。そうしてその日も命がけの鍛錬が始まった。気休めだって大切さ。まだいるので、くっ。
とある大名の家に古くから仕え、主君の敵を斬る一族。それが彼女の生まれた家だった。誰かを殺すことを生まれる前から定められていた。彼女の生きる道、道を選ぶ自由など許されるはずもなかった。生まれを憎んだところで意味はない。しかし二度と手に入らぬ何かを思うと、ひどく惨めな気分になった。雑念を振り払い、足を前に進める。いつの間にか空は雨をこぼし始め、巨大な城は限界な気配を漂わせる。城門の前に立っていたのは一人の番人。女は音もなく近づき、刀の恋口を切る。静かに刀を収め、女は城内へと足を踏み入れた。女性の力の理由だなんて、悲しい話ね。
俺を止められると思っているのか。楽になるか。
時間がないのに。されたら負けよう。あら、何か音が聞こえるわね。目にはそぐわないわよね。
女は標的を探し、一人城内を進む。敵大名の跡継ぎ息子の始末。それが彼女のこたびの任。敵軍は血を重んじる組織。跡継ぎが死ねば混乱は免れない。彼女の役目は敵軍に混乱を与え、友軍が攻め入る隙を作ることだった。廊下を通り抜け、女は座敷へたどり着いた。気づけば雨足はさらに勢いを増している。広い座敷に不釣り合いな子供が一人座っていた。その顔つきは人相書きのものとよく似ている。女は何も言わず刀を抜き、幼い標的。しかしわらしは刀を見つめるばかりで、まるで逃げようともしない。わらしのやつれた顔を見て、女はその子供が女は娘に、そのすると娘はかような家も。私が相手をしよう。されたら負けよう。
回復します。娘はこう語る。私は父の人形ですと。父の勝手に埋め落とされ、父の勝手に生かされるただの道具。心を騙し、性別さえ偽り、与えられた役割を満たすだけの性。お家の道具となった私は、だからどうか、私、娘の瞳が女へと向けられる。この娘はいつかの私だ。生まれる前から歩む道を決められたもの。女はうつむき逡巡する。汚れた血を塗りつぶさんと勢いを増す雨音がなぜかかえって静かに感じた。この刑事の記憶も次で最黒い敵もそうだけれど、あの怪物も何をしようとしてるのかしら。私が相手をしよう。いくら来ても変わらんわ。行きます。礼を言うよ。されたら負けよう。
KO されたら負けよう。手助けに必要です。行かないぞ。この建物の中に最後のカカシがありそうね。あら、こんな時にまたなの。任せて、ちゃっちゃと開けちゃうから。通れる。次でこの武器の修復が終わるのね。カカシは目の前。さあ、行きましょう。Thank you.
雨の音だけが二人の耳に響いている。長き沈黙の後、女は刀を鞘へと収めた。困惑する娘に女は問う。かような家、滅んでしまえば。娘は震えながらうなずく。それを聞いた女は表情を変えずにこう答えた。承知と。背後に大勢の兵が集まる音がする。座敷には何人もの兵が集まっていた。しかし女の表情に恐れの色は欠片もない。女は構え、いざとつぶやいた。私が相手をしよう。駆け寄る少女が手を取る。なぜこんなことをしたんだろうか。雨音が遠ざかってゆく。人は生まれる場所を選べない。死に方さえ争いばかりの浮世では選べないことがほとんどだ。でも誰かを生かすことはできるかもしれない。私は家に縛られ決められた役割を果たすだけ。この手で数えきれないほどの人を切った。こんなことで罪があがなわれるとは思わないが、
地獄への手土産くらいにはなるだろう。もう雨の音は聞こえない。少女の涙がゆっくりとこぼれる。動かなくなった女の顔は少し微笑んでいるよ。本当の意味での自由なんて過去や因縁。怒り、あなたの抱く怒りはとある誰か、それとも あなたにも選択の時が近づいているわ。